構ブーム戦もそうですから、ラズデップっていうところがちょっと、ね、注目されていいかなっていうのもありましたけど、ね、とにかくアビリティの開始が完璧に入ってますよね。もちろんラズのパフォーマンスが上がってるのは間違いありませんが、アビリティの開始が完璧に入ってさまざまなエージェントを使う中、まあ、前回の個人としてのパフォーマンスも間違いなくデップ上がって勝つのは難しい、黒波のメンタルよりこうレベルが上がっているというのは事実なんですけど、はい、その中周りジャンリーだったんですか、散々その側面がこの人の安否だけ確認したい、もちろんチームプレーを重視した中でも、まあ、デップのパフォーマンスが上がってきているので、マジ心配ではあるよ、すごく、うん、アスパスレスパン、サダーキがマジでおじじしか見えない、やばい、5名ですね、そうですね、はい、ゼータ視点で話しますとやはり警戒したいのは、前回のところですとサダーキ、サダーキ、ダメだ、うーん、外せないでしょうね、イニシエーター使い、まあ、コントローラーもね使ったりっていうところですけど、あのフラクチャーの B ね、フラクチャーの B ね、ずっとサダーキの攻略ができなかったというか、サダーキの神がかりすぎてるなと、うーん、のところだったのでね、コーチも90試合マジで、そうでしたね。じゃ似てないんだよ、なんか似てないんだけど、残りがが数値的に佐田明の顔を思い浮かべたら似てるんで、まあ、それでも高い方なんですけど、はい、顔だけ見たら似てないの、本当に人自分で送ってきたよ。でもおじじ痩せたな、本当リアルで会うとめっちゃね痩せてるんよね、太ってる時におじじに本当にそっくり、自分で送ってきたぞこれうん、口元マジでそっくりじゃん。え？ちょっと寄せてるけどな。兄弟。おもろすぎ、笑った。すいません、もう一回お願いしますレコーディング僕らは位置について横一列でスタート切った仕事の流儀やらせやめてプロとして完璧主義者いやいや Red Bull gives you wingsRed Bull gives you wings 外食を控えて節約くだらねえ俺だけだろこんなんやってんのずっと